こんばんは。なんかさ、顔が薄いからなんかメイクするともう一回違う顔になる。なんか今日なんか本当に顔違ってやだ。なんか本当に顔違う今日。なんかなんだろう、前髪めっちゃ薄いの。最近すごいね、前髪が薄いんですよ、めっちゃ言われる。めっちゃ眠そう今日顔。なんかあと今日めっちゃこけてる、なんでだろう。すごいこけてない、ここなんか細くない、ここめっちゃこけてる、なんでだろう。あのドライグの、ドライグって書こう、ドライグよろしくお願いします。そう、今日もあのたくさん、え、なんかきつめ、きつめじゃない、何も多分なんかきつめ、きつめ今度普通に見る人、きつめってなーに。すごい、めっちゃいじられる。もうカチューシャ外そう前髪すごいいじってくるめっちゃ前髪綺麗。なんかそう、星11出ないんですよ私。なんか本当に私の星10が増えてることに気づいてる人いるのかな。でもね、11だけはね絶対ね出てくれないんですよ、星11だけ。なんでですか、本当にガチャ運ないんですかね。なんかどれだけ、まあそんな別に回してるわけじゃないけど、なんかえ、みんな星11も持ってるのかな、わかんない。11が出るガチャ全部11出ますよね多分。なんかメインキャラクターみたいなところに星11があるやつにを回してるけど出ないんですよ本当にね。なんでだろうね、ガチャ運が本当にないのかもしれない。私はちゃんとでも星11が出るガチャを回してるんですけど出ないんですよ。なんでなんですかね、本当にガチャ運がないとしか思えない。総合力表示はえ、なんか やめたわけじゃなくて、なんかイズリンさんとかがしてなかったから、あ、しない、違う、なんか違うや、設定でなんか、あ、なんかできなくできるんだと思ってなんかこうやって見てたら多分その時に非表示にしちゃって、で、あのそれをね、あの自分の中で表示されてるんですよ。だからあ、これ別に消えないんだと思ってイズリンさんとか見たらなんか表示になってたから、あ、こうやって見えてるんだと思ってそのままにしちゃった。やる気ないように見えますか、表示にしてると。でもなんかやり込んでる人にね表示にしてるから、なんかみんななんか探り合ってるのかなと思って、そう、わかる。ドラゴンリンクレベル340、私も今450ぐらいかな。そう、上がんない、なんか集めなきゃ上がんないじゃないですか。でも集めるのに結構大変で、なんかあの集める、なんだっけ、昇竜の洞窟だっけ、なんか集めるクエストをひたすら回すか、集めるクエストのなんかドラゴンプリズムのクエストをやりまくるか、あとはガチャとかでもらえるやつを貯めていくかですよね。
なんだっけ、ドラゴンプリズムと、なんだっけ、ハンターなんとかみたいな、キューブ、なんか何回も回れませんっけ、あのスタミナがあれば、多分それを何回も回ったら多分できる、わかんない。で、私あの鍛錬の洞窟をスルーしちゃった、めちゃめちゃアホなことしちゃった。剣がないと回れないんだ。あれ、私何を回してるんですか。あ、そうか、チケットか、あれ。そうじゃん、私は今何の話をしてたんだ。違うやつか、あれ。そっか、剣がない。そう、私もだから今そっから上がらなくて困って、地道に貯めていくしかない。そうだ、チケットを最初にもらえるやつだ。受け取る、こうやって上にから押していくやつだ。なるほど。私今レベルめちゃめちゃ低いんですよ、あの洞窟飛ばしたから。そうだ、今レベル上げに必死なんですけど、レベルを上げなきゃ、そう、あ、そう、チアレターはなんだっけ、シャチホコ、ジェムホコをチアレターに変えるですよね。種の洞窟、私あれなんです、いや、あの間違えて消しちゃったんですよ。だからもう無理、入れません。入れなくて今自分でレベルを上げを頑張っています。とりあえずエール送ります、ありがとうございます。そう、エールが1日に100件が上限になってて、あの朝から見てて、その時に来た人を上から返してったんですけど、夕方ぐらいにもう100件いっちゃって、それ以降の人にエールを返せてないんですけど、あの本当に上からどうしたらいいんだろう。あれはエールをくれた人に一人ずつ返していった方がいいのか、なんかフォロワーの人に一気に一括エールってあるじゃないですか、あれで送った方がいいのか、どっちかなと思って。でもエールを送ってくれてる人ってその都度きっと私のこの毎日多分ログインしてこうエール送ってくださる方が多いと思うので、上からエールを返し、上から下からエールを返してるんですけど、そうだから、あの返せてない方は本当にごめんなさい。10万チアレター貯まるまで待ってた方が効率がいい。あ、そう、なんかもう本当に皆さんにお任せします。本当になんか簡単に言っていいのか分かんないから難しいですね。そう、100、本当にもう先に送ってくれた人から100人100件までちょうど返してるだけなので、本当に別に誰かを選んでるわけでもないし、なんでもないよっていうことだけを本当にあの分かってくれたら嬉しいです。そう、あとあのチャーレターとかを送ってくださる方、本当に全然あの私に送ったよって言ってください。あの誰からいただいたかは分からないんですよ。そう、あとなんか通知が来るわけでもないので、私は結構あの見てるんですけど、なのであのそう、でも誰から来たとかは分からないので、本当に全然、うん、めちゃめちゃさあの嬉しいから、いや分かんない、見れるのかな。だからあのめちゃめちゃみんな普通に私に今日これぐらい送りましたって、もインスタの DM とかツイッターとか何でもいいので、あのいっぱい私にアピールしてください。個人チャットとかでも私は見てるので、あのえ見れるのかな、ちょっと分かんない、ちょっと後で聞いてみます。他
他のメンバーに。もしかしたら見れるけど私が見方を分かってないのかもしれない。そうなので、あの本当にあのそう頑張ってくださってるので、その分ちゃんと何あのね、また東北会でお会いできた時とかちゃんと感謝を返したいので、そうアピールしてくださったら嬉しいです。だから送ったよって言ってくださったら嬉しい。あ、見れないのかな。そうだからチアレターはちょっと見れないので、だから本当にもうみんながもう自己申告で私に言ってくださったら嬉しいです。そうチアレター送ったよ今日とかお願いします。そうもう個人チャットとかでもいいですし、あとあの写真で写真スクショとかを見せたい人は DM とかでも、インスタの DM とか見れるので、返せないんですけど見れるので、そこで送ってくださったら嬉しいし、あのメールの返信とかあの見られないところでもいいし、チアレターが来たらメンバーはそれをすごい使ってアイテムとか多分活用できるんですよね。だからあのぜひあのたくさん私にアピールしてください今日はチアレター送りましたよって。なんかねさっきすごい結構増えてて嬉しかったんですけど、なんかどなたからかがわからないのですごい申し訳ない気持ちになったので、ぜひあの皆さん個人チャットなり、インスタの DM なりツイッターでもいいし、そう教えてください。メールの返信でもチアレターを何にそう何に交換するかもなんか難しくて調べながら私も頑張っておりますので、そう私もねまだまだ分かんないこともあるし、多分本当に なんでファンの皆さんあんなに進むのが早いんだろうっていうぐらい私の 何倍も先に進んでて、皆さん本当にあの発表されてから始めましたよね。発表されしてから始めたはずの方がめっちゃ先に進んでたりするから、えすごってなっちゃう。だからあの逆になんかこれしといた方がいいよとかそういうアドバイス的なことがあったらそれもあの送ってくださったら嬉しいですし、よろしくお願いします。そうありがとうございます。本当にあのエールとかチアレター送ってくださってる方本当にありがとうございます。本当にあのなんだろうなんかタイガーマスク的な感じじゃなくて、もう、うん、僕が送りましたでいいので本当にあ僕が送りましたよチアレターっていう感じでいいので、たくさんアピールしてくださったら嬉しいです。そうお願いします。本当にでもありがとうございます。なんか久しぶりにこういうゲームのイベントをやってるので、でなんかまた違うじゃないですか今までのゲームとは。だから私も今なんか一緒に楽しんでできたらいいなと思ってます。本当にね私のファンの方すごい方多くて嬉しい、ありがとう。ということであの今日のショールームを見てくださってありがとうございました。あ今から多分あの日付が変わったらまたエール返せると思うので、あのエール返してほしい人は絶対返せると思うので、ぜひ今からあのエール送ってください。はいということで、あ送れなかったらごめんなさい、あの上限的に多分解除されてたら送れるのでよろしくお願い、あ3時リセットなんだ、
じゃあ明日の朝を返しますということで、皆さん今日もショールームを見てくださってありがとうございました。3時からおやすみなさい。バイバイ。